日本女子プロゴルフ協会、ジュガは22日、月間のベストプレーをファンと選手の投票で決定する、プレイオブザマンスの6月の受賞プレーを発表。イヤザとアイサントリーレディスの最終ラウンドで安田優香、NEC が決めたホールインワンが選出された。安田は5月に続く2ヶ月連続の受賞で、ジュガによると初めてのこと。 ラッキーもあるんですけど、ホールインワンもできて、選ばれて嬉しい、と喜びを語り、ファンからも、ナイスショットだった、やりたくてもできない、といった祝福が寄せられている。思わず両手を上げて喜んだ。196ヤードの3番パー3。安田が4番ユーティリティで放ったボールはピン手前に着弾し、カップに向かって一直線に転がった。 そのままストンと消えた瞬間、ギャラリーからは大歓声。自身4年ぶりのホールインワンに、安田は同伴競技者とハイタッチして万歳し、笑顔を咲かせた。ジュガ公式 X、旧ツイッターは、ファンと選手からの投票で6月のベストプレーに選ばれたのは、初の2ヶ月連続受賞。安田優香選手が見せた華麗なホールインワンに決定。 と綴って発表。同公式 YouTube が公開した受賞映像で、安田はラッキーもあるんですけど、ホールインワンもできて、選ばれて嬉しい、と喜びを口にした。プレイについては、ドローボールをイメージして打ったんですけど、割とイメージ通りに打てて、入るところまで見れたのですごく嬉しかったです。打った感触も良かったですし、 前のホールがボギーだったので取り返したいなと思っていたら入ったのでよかったです。と振り返った。ホールインワン直後からネット上では、喜んでる姿がいいね、クールな彼女にしては珍しい喜び方、良いもの見せてもらった、など賞賛の声が集まっていたが、今回の受賞にはナイスショットだった。連続受賞おめでとう。 イメージ通り打ってホールインワンやりたくてもできないんだわこれが。など、祝福の声が寄せられている。